Street Fighter 6. A new challenger.誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。早くします。さあ開幕、両者はどう動くか。どっちも強そう。これは気にしなくていいよ。大丈夫大丈夫。ここで弾を打つ。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。渾身のインパクトは届かず。大丈夫大丈夫。どう出る。狙いはいい。大丈夫大丈夫。レイヤーマン、さあ追い詰めた。何か狙ってるんですかね。これは百裂百で畳みかける。このまま一気に倒しきることができるか。ナイス。どうするどうする。アリエル下が中足を見せて倒しきる。ナイスナイス、かっこいい。練習したことちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。いや強すぎません。すごい気迫みたいなの感じます。ドライブパリを使って打撃を受け止める。序盤の主導権はどちらが握る。これはよくあるよくある。惜しい。いやいや、追い詰められてしまった。ここで SA 発動しているが、何これ、すごい派手でいいですね。前に出る。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。お互いドライブゲージ、いいですね。さあスピニングバードキックが刺さる。丁寧に壁際の球打ち、飛ばせるためか、当てに行くか。こっからどう行くんでしょう。ここで球を打つ。中段立っている。いいよいいよ、ナイスガード。繋いできた。ここでフィニッシュ。決まった。プレイヤー2、喜びをかみしめているか。もうこんなの誰も勝てないよ。最強です。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。まだまだ戦い足りないようです。ドライブラッシュを使えば攻めを継続することができる。ここで中段攻撃。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。さあマッパ、壁際は回避できたがまだ余談は許さない。天才か。上からの攻撃はしっかり見えている。さあこのまま一気に倒しきることができるか。
この距離は玉打ちで牽制していくか。 KO まで。ナイスナイス、かっこいい。攻めは通用している。自信を持っていこう。ちょっとこれ強すぎじゃないですか。相打ちでしのぐ。狙いは良かった。まだいける。いや惜しいな今の。ドライブラッシュにゲージを回していく。いやどうだどうだ。ゲージ差はあるがお構いなし。ここでバーアウト。試合が動くぞ。二人ともやる気満々だ。ここで受け止めながら、さっきの流れを持ち越してそのまま行け。どうか。この距離で打ってきた。あ、これかっこいいやつ。チャンスは逃さない。バーンとしている。相手にゲージがあるのでそれは気をつけたいところ。ここで押し込みに行く。投げるには、投げへの意識が高い。ラッシュするか。さあ揺さぶりをかけろ。針穴を先に通すこと。 SA を発動している。もうすごいことになってるよ。ドライブとどめまで届いた。おお、しっかり倒し切りましたね。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。まだまだ戦い足りないようです。投げは抜けられず。プレイヤー2、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。壁に押し込んでいく。どうなるどうなる。狙いはよし。次はいける。惜しい。さあ大きなこのスーパーアーツはどうだ。出た SA 技。オーバードライブアーツを使ってダメージを上げていく。届いた。決着ですね。どんまいどんまい。技は当たってるよ。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。いやどうなるんだろう。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。こっからこっから。この距離は飛び道具を使う。じいじいとした間合い戦。先に仕掛けるのはどちらか。流水脚を選択。余裕をチャージ。合わせてきた。ドライブして攻め継続。ここでバーンアウト。いや頑張れ。ナイスナイス。壁に追い詰めた。チャンスになる。どうなるんですかね。スーパーズゲージ運用に抜かりなし。なんかもうすごいことになってるよ。 SK レベル3月下財布水拳とブレイクダンスで消化した。カンフーの神髄。攻撃戦を打ち込んだ。勝負を決めに来たか。生き残れ。すごい激闘ですね。フィニッシュ。おお、しっかり倒し切りましたね。負けを気にせず次勝った時に喜ぼう。そうやってみんな強くなった。いやどっちも頑張っててナイスファイトって感じでした。ここは中足を一つ。さあ飛びはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。プレイヤー2、まずは体力をリード。だいぶ有利な状況ですね。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。お互い下がりたくない距離、どのように試合を作っていくか。中段、そしてプレイヤー2、画面端 KO。 綺麗に決まりましたね。さあ次も今の調子でいこうか。いや強い、強すぎるよ。でもまだわからない。長い下段が来る。ここは飛び道具で牽制。ドライブラッシュにゲージバーンとしている。なんかこっちが緊張する。ドライブゲージを SA 発動。そして何これ、すごい派手でいいですね。前に出る。これはシャレ。まあそういう時もあるよね。さあスピニングバードキックが刺さる。相手にゲージがあるのでそれは気をつけたいところ。この飛びはガードが間に合う。ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。壁際のリスクを嫌う。さあ揺さぶりをかけろ。わずかなバーンとしている。いや頑張れ。どうにでもなる最後の知恵を使う。火力を上げる。なんかもうすごいことになってるよ。最後は極めつけレベル 3SA か。
できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。バーンアウト、まずいぞ。主導権を先に手にするのはどちらか。心理戦にも注目していきたいです。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。おっと、ここで衛星発動。なんかすごい。スーパーアースからこの先に何を見ているか。投げる。今の完璧。ラッシュするか。投げが決まった。すごくに天才。すごくに天才。プレイヤー2、ここが勝負どころ。いやー、一気に来るんじゃないですか。これはバーンアウトス KO。 決めてった。ナイス。プレイヤー2、やり込みは裏切らなかった。強すぎ。すごい勢いでした。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。まだまだ戦い足りないようです。百裂客で畳みかける。プレイヤー2、体力的には優勢。結構リードしてる感じですね。この距離は飛びドームを使う。プレイヤー2、ドライブゲージの運用が難しい状況。さあ、ドライブゲージを切らしてガードの性能が落ちた状態となっている。どうなる。さあ、続けてプレイヤーをかけつつもうまくゲージを運用してチャンスを広げていく。プレイヤー2、ドライブできない苦しい時間。バードにスーパーアーツを使っていくわ。これが衛星技ってやつですね。焦らず、え、ジャスト成功。反撃のチャン KO。 綺麗に決まりましたね。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど。ここは投げを見せてガードを崩す。この端を生かしたい。目まぐるしく壁際の位置が入れ替わる。慎重ですね。プレイヤー2、バーンアウトしている。これは厳しいか。上から来た。ハリーをしたが、ここは重足を一つ。何を狙っている。さあ、どこから行く。もうね、ここ本当に難しい。受け止めながらスーパースにゲージを使っていった。あ、これかっこいいやつ。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。慎重ですね。さあ、揺さぶりをかけろ。 SA ゲージがここでチャージ。この距離で撃ってきた。あ、それかっこいいやつ。破産手。ここに出るか。下がってもいいぞ。流水拳。わずかなミスが命取りになる状況。どこを見る。すごい激闘ですね。どっちも負けないで。すかさず中足。両者下がる。行くしかないが、ここでバーンアウト。重圧フィニッシュ。よ、名勝負。はい、次次、気にせず次行こう。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。